はい、どうも、シャチクです。本日も、あつ森実況をやっていきましょう。で、やっていきたいわけなんですが、今日はですね、スネ吉から購入できる美術品を、なんと、全部コンプリートした方がいるということで、その方の島にやってきております。そこで、美術品のコーナーを見せていただくっていうことと、あとはですね、インタビュー形式で、具体的にどれぐらい時間がかかったのかであったりとか、どれが一番難しかったのかとか、逆にどれが一番簡単だったとか、そういったところも含めていろいろ聞いていければなと思います。さあ、中に入ってきましたね。で、アプデによってこの上になんと美術品のコーナーができました。さあ、中に入ってきたわけですが、すごいな、これ全部集めたんだ。さあ、どれぐらい時間がかかったんでしょうか。まずはですね、何から見ていこう。神秘的な彫刻、春様寄贈ということで、ネフェルティティの胸像、これ割と有名ですよね。トトメス作ということで、なんと紀元前の1345年頃に、ま、作られたという話ですね。で、左目の欠落ははめ込んでいたものが取れてしまったのか、それとも未完成のままなのか、まだ解明されてない。割と詳しくね、こんな感じで解説してくれるから、見てるだけでも面白いですよね。で、上の方に行きますと、今度は絵がたくさん飾ってあります。で、こちらの上の方も絵ですね。おー、めちゃくちゃ多いな、今回も絵が。相変わらずですね。おや?なんか、すげえものがあるぞ。石頭な彫刻。春様寄贈ということで。巨石人頭像、作者不明、紀元前1000年頃。古代メキシコオルメカ文明の遺跡に見られる巨大石像、オルメカヘッドとも呼ばれる。大きいものは高さが3メートルにもなる。胴体は存在せず、頭部だけが作られたものと思われる。へえ、めっちゃ詳しいな。こんなところまで説明してくれるんですね。へえ、そんなにたくさんあるんだ、あの石頭。想像すると面白いな。で、こっちにも絵が飾ってあって、で、こちらには屏風だったりとか、土偶だったりとか、で、兵馬俑かな、これは。おそらく兵馬俑かと思います。コンプリートにどれぐらい時間がかかったのか聞いていきましょうか。どれぐらいなんだろう。まあ、聞いた話によると、10時間から15時間ぐらいかかった人が多いみたいですね。美術品コンプにかかった時間は、お!どれぐらいなんでしょうか。もののふの彫刻。あ、約12時間なんだ。なるほど。やっぱりそんぐらい今回もかかるんですね。いやー、めっちゃ大変だな。12時間やるわけでしょ。すごいな。今日の朝の10時にアップデートあったわけだから。あー、まあ、それぐらいになるんか。よーし、ってことで、引き続きぐるっと回っていきましょう。いや、本当にさ、様々な絵が飾ってありますよね。左の方に行くと考える人もいます。次に、偽物の絵を見分ける方法について聞いていきたいと思います。まあ、これに関しては、多分前作と変わらないんじゃないかなと思いますが、一応聞いておきましょうか。お、偽物を見分ける方法は、さあ、果たして、どういった方法なのか。まあ、そこに関しては目視で確認していくしかないんかな、やっぱり。まあ、正解ってなかなか難しいですからね。色や形に注目して、やっぱりそうなりますよね。まあ、一つ一つ色であったりとか形にしっかりとね、着目していかないと判別できないんで、まあ、そこをね、意識していく必要があります。まあ、ここに関しては飛び盛りの時とか従来のシリーズと変わりませんよね。でも中にはおそらく間違いがないものもあります。え、そうなんだ。へえ。間違いのバージョンがないもの。なるほど、間違いのないバージョンも存在するんですね。前作より見分けるのは難しいですか。個人的には前作よりも難しいと思いますってことか。美術品って本当に綺麗ですよね。で、上の方に上がっていきましょう。こちらにも絵がございます。いやー、めちゃくちゃでかいな。特に左の絵。
どの作品の入手が一番難しかったか聞いていきたいと思います。さあどれが難しいんでしょうか。まあたくさん美術品ってあると思うんですが、やっぱりね、美術品によって難易度が違うんですよ。簡単なやつもあれば難しいものもあるので、その中で一番難しいものを聞いていきましょう。間違いの探しにくさ的には、おお、偽物と本物を見分けないといけないですからね。あ、これです。おごそかな名画、どうやらこちらの名画が一番難しいようです。ラスメニーナス、ディエゴ・ベラスケス作、1656年頃、まだそこまで古くないですね。スペイン王宮に仕えたベラスケスの名作、小さい王女と付き添いの女官たちが描かれ、女官たちという意味の題が付けられた。へえ、そうなんですね。画面左の画家はベラスケス自身で、その右側の鏡に映っているのは実は国王と王妃。つまりこの絵はベラスケスが国王と王妃を描いている様子を国王の目から見たシーンなのである。おー、すごいな。どうやらこの絵は本物と偽物で本当に微妙な違いしかなかったみたいです。確かに絵に出てくる登場人物も多いし、かなり細かいから本物か偽物か判別するのが相当難しそうですね。次に難しかったものを聞いていきたいと思います。さて何が難しかったのか。多分左の絵かな。あ、違うんだ。次は、お、次ようやく来ましたね。どれだろう。個人的にはこれですね。あ、それか、確か面白いやつじゃなかったっけ。これ面白い名画、四季夏、ジュゼッペ・アルチンボルド作、1573年頃。めっちゃ言いにくいな作者。16世紀後半、イタリアの奇想の画家アルチンボルトが得意とする不思議な肖像画、実物とゲームの中の絵が微妙に違う気がしたらしいですね。まあ中にはそういうものもありますよね。よく見ると果物や野菜を組み合わせて人の横顔が描かれている。あー、本当に合ってるのかみたいな。あー、実物と、まあ、そのゲームの絵を照らし合わせて本当に合ってるのかわからないよみたいな感じで困ってたみたいですね。今作は全部で何種類あるのか聞いていきましょうか。どうやら全部で43種類あるみたいです。それを12時間か、なかなかきついですね。中には贋作が複数あるものもある。あ、そうなんですね。贋作が複数あるって結構きついよね。いやー、それにしても12時間でコンプリートは本当に素晴らしい。逆にどれが一番簡単なのか聞いていきましょうか。贋作が存在しないものを除くと、お、まさかモナリザか。お、モナリザでしたね。なるほど、やっぱりこれが一番簡単ですよね。有名な名画モナリザ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、1503年頃、約500年前か。世界で最も有名な微笑み、ダ・ヴィンチは最後までこの絵を手放さなかったという。今でもみんなで寄ってたかってさまざまな謎を見つけ出し解き明かそうとしている。それだけ魅力のある絵と言えよう。しゅんさん、ありがとうございました。博物館パートは一旦ここで終わりになります。ちなみにここの島を紹介した動画も先日上げさせていただいておりますので、もしよろしければそちらの方もご覧いただければと思います。はい、ということで次はですね、前回と変わったところについて、まあ、紹介をしていきたいと思います。ちなみに紹介部分はここの住宅街のみになります。で、具体的に何が変わったかというと、住民が変わったんですよ。で、全て狼住民になったっていう話みたいです。すごいな、全部狼にするって。まあ狼も人気住民ですからね。お、バネッサちゃん、こんにちは。初見ですね。
で、置いてある家具とかはそこまで変化はないようです。さあ、こんな感じですかね。で、ちょっと家の中に入ってみましょうか。さあ、ここの家は誰なのか、お邪魔します。さてさて、誰かな。お、リリーちゃんじゃないか。こんにちは、はじめまして、私リリーと申します。あまりお見かけしない方ですけど、あまりお見かけどころか初見だからね。こちらの家にはビアンカちゃんですね。めちゃくちゃおしゃれな部屋だ。あら、はじめまして、よその島からお客様かしら。そうですよ、よろしくお願いします。マップを開きました。本当だ、全員狼になってますね。これはすごい。10匹とも狼ということで、初めて見ましたね。お、文次郎もいるんだ。シベリア、バネッサで、リカルドで、上に行くとリリーちゃんで、モニカですね。え、待って、モニカもいるんだ、これはすごい。で、ツンドラ、チーフ、ロボ、ビアンカで、まあこんな感じかな。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからもお越しいただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。あとはですね、島訪問の再生リストも作っておりますので、もしよろしければそちらの方もご覧いただければと思います。じゃあね、みんな、バイバーイ。